7月30日、松井草の柵道をずっと歩いて帰った。辺りは真っ暗で、遠くに寺の明かりが見えるだけ。月色の花の暗い海を漂っているようだ。地上はこんなに暗いの。天は色とりどりのクレヨンで描いたような星がきらめく。遊園地で見たような羽の生えた乗り物が時折頭上を通過した。迎えに来た祖母が何も不思議そうな顔をしていないので、この季節の空はいつもこんな風なんだと思った。父母は深夜になっても戻らず、祖母の潰した蚊帳の中で朝まで眠った。アパートの周りを探しても松代草に出会えたことはない。ハイヒール、ストッキング、スニーカー、サンダル、長靴、裸足。私の私の生きてる証拠、 My life evidence。乙女橋で振り返ると大きな月が樹木の間に見え隠れ、月をめでようと公園の滑り台に登って空を仰いだが、8月のまん丸お月さんは低い空にかかっていて、欅の葉村に身を隠す強い明かりがこぼれてくるだけ。諦めてしょんぼり甲州街道を歩いていたら、一輪の月見草が揺れていた。本当の名前は松代草だけど、今日はあえて月見草と呼びたい。街道沿いの草むら、黄色い壁を固く閉じて首をぐったり垂れている。排ガスと昼間の熱に参ったのか、それとも花の季節は終わったのか。反発まで歩いて戻るとゆがみにパッと黄色い花が開いていた。夜9時に近い。まだ通りは暑さでムンムンしているが、やっと松代木さんの時間になったようだ。していた。夜を待って再び住宅地へ。
街路灯から遠い空き地は真っ暗で何も見えない。懐中電灯を持参すべきだったと後悔したが、見つめているうちにかすかに白いものが浮かび上がってきた。売れればたちまち消えてしまいそうな月の妖精だ。もっと間近に見たいが、空き地には二重にロープが張り渡してある。目出す、もう手で頭痛薬。群落をかき分けて白い光に近づく。鳥目の私は群落のただ中にいても、腹の形は定かではない。けれどレモン色の明かりがあちらにもこちらにも灯っている。風が吹くと小さな海のように光っている。 My life evidence ない部屋の鍵。咲いていた基地がアスファルトを敷き詰めた日焼けに変わっていたのだ。昼間の熱を帯びたアスファルトをカラーコーンが取り囲んでいる。コインパークの看板がフェンスに取り付けられている。刈り取られた草たちが今頃ゴミ焼却場へ向かう。トラックの荷台だろう、それともあの黄色い花はかぐや姫のように月の隅から帰っていったのか。My life evidence. Then.
は毅然とし、部下には優しい、職場で人気者のキャリアウーマンになりたかった。私はね、本当はね、すご腕の職人でがむしゃらに働き、弱い者に味方し、強い者に歯向かう、戦う労働者になりたかった。私はね、本当はね、シングルマザーの生きやすい社会を目指して、黙してる女や迷ってる女とつながって、なずな地球と大地に優しいフェミニストになりたかった。私はね、本当はね、ガガイモになりたかった。私はね、本当はね、ヘクソカズラになりたかった。爪の片びら、私はね、